大丈夫、撮れてるこれ。これ大丈夫です。3回目だけど大丈夫。大丈夫です。今回こそちゃんと。今日はあれでしょ、メンテナンスでしょ、これ。メンテナンスでお願いします。木村チームのアシスタントの片田直也です。片田亮太です。亮太。めちゃくちゃつまんねえじゃん。いやめちゃくちゃつまんない。ボケと、入り方で。シーンとか。違うんですよ。多分ボケのレベルが低いとツッコミの質も下がっちゃうんですよ。なるほどね。はい。もう早く言うよ。すげえなお前。すいません。あ、すいません。パーマ生かしたいでしょ。パーマ生かしたいです。そんなに長さも切らずに。ここだけちょっと毛先切るからね。はい。お前いつも何やってるの。いつもっすか。ゲーム好きなんですよ。何ゲーだっけ。マリオカートだったり、まあでもパソコンとかでもぼちぼちねゲームはやってます。マリオカート、マリオカートです。マリオカート以外は、マリオカート以外だとまあパソコンでコールオブデューティーの最新作だったり、銃で撃つやつ、そう、銃で撃つやつですとか、あとはなんか宇宙船の中で人狼するみたいなアモンガスっていう、まあなんか10人ぐらいで通話しながらやるゲームがあるんですけど、楽しい。めっちゃ楽しいです。めっちゃ頭使いますし。何言ってるか全然わかんないけど。すいません。マジでゲーム疎いっすもんね。ゲームはね、お客さんに教えてもらってるね。本当ですよね。うん、本当いつもゲームの話すると僕毎回言われますもんね。この人ゲーム担当なんだよ。ゲーム何振られてもある程度答えられるじゃんって。ゲーム好きだとやっぱ情報って、あ、そう、ゲーム情報どっか仕入れてんの。全部ツイッターっすね。なんか今時インスタじゃねえんだ。インスタじゃないです。今時やっぱインスタ多いですけど、やっぱ情報系は全部ツイッターの方が回るの早いなと思って。ゲームの最新情報、マリオカートだったら新しい走法が見つかりましたみたいな、走法、はい、走り方、うん、ちょっといつもより 0. 何秒早いですみたいなのを見たり、そんなにコンマ何秒の世界を戦ってんの。そうです、タイムアタックとかはそうっすね。64だったら裏技できる。多分みんなできる裏技っすね。すぐなんか逆走してやるやつ。知らないっす、64は。64知らないの。世代感じますね。64も触ったことない。触ったことないっす、僕。だけど僕、ゲームキューブぐらいっすよ、背伸びして。普通、がっつり世代になったのが Wii みたいな。マジで？はい。スーパーファミコンとか知らないの？すごく全く知らないっす。ゲームボーイも知らない。ゲームボーイは知ってます。ゲームボーイアドバンスとかでしょって。ゲームボーイは、お父さんのがずっと家にあったんで。ポケモンとかさ。わかりますよ。赤とかっすよね。初代やったことある？あります、あります。ここ2年前ぐらいにやりましたよ。ファイヤー、サンダー、フリーザー。そうです、あれは2年前ぐらいに 3DS 版でやりましたね。え、 3DS 版でそういうの出てるの？そうなんですよ、バーチャルコンソールっていう、なんか復刻版みたいな、復刻版みたいな、昔のそのまんまで出てるんですよ。昔のバグとかも、そのまんまのバグとかも全部そのまんまで。それ何、そのいくらでできるんですか？でも900円ぐらいでできたはず、確か1000円とか。はい、物によるんですけど、多分ポケモンは1000円とかそんぐらいだった気します。ロックマンエグゼとかできるの？できるんじゃないですか。スマホでロックマンエグゼとかあったよね。スマホでできるの？スマホでも結構ドラクエとかも、昔のドラクエとかスマホで出てますし。やってたわ。ドラクエのあれはもう本当にやり始めちゃうと止まんないんで。ドラクエない、モンスターズ。モンスターズはやってましたね。テリーのワンダーランドとか。うわ、出た。ゲームボーイのテリーのワンダーランドは最近やりました。え、マジで？はい。デュラン。デュランです。ヤマタノオロチ。そうです、そうです、そうです、そうです。あとはイルトルカとか。あれやったことないんだよな。キャバーハート、はい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 、はい、知ってる？わかります、わかります。あのオーブのやつ。僕何でも知ってんだな、マジで。知ってはいるけどやったことはないです、キャバーハートは。全く。マスタードラゴンとか知ってる？マスタードラゴンは知ってますよ。ドラクエの何回確か出てきたんで。え、グランスライムとかさ。知ってます、知ってます。すげえ、こいつ何でも知ってますね。何でも知ってるわ。話は無限に、ゲームのことだったら、引き出しだったら出てくるんで。 FF は？あ、 FF は僕7と10以外はあんま分かんないです。10が結構面白いんじゃないの？10は僕マジで泣きました。
テン知らないんだろ、だってテンとセブンは知ってるんですよ。それ以外は知らない。外してないだけ。はい。エンディングが投げんの。え、なんかもうそれエンディング含めなんか物語重さっていうかめちゃくちゃ物語重さ。いや、なんかあ、いいよいいよいいよいいっすよ。俺ゲーマーじゃないからさ、ゲーマーの、いや、すごい、いや、すごい重いんですよ。で、曲とかもめっちゃ良くて。あ、なるほどね。一回終わった後にそのナナルカンド見てっていう曲があるんですよ。転入するんだね。そう、聞くとマジ泣けてきます。なるほどね。お前もしかしてさ、出勤途中とゲームの BGM 来て出勤するタイプ。あ、本当にあのテンションを上げたい時はポケモンの最後のラストバトルの。違う、ポケモンのエメラルドのあの始まりのトゥ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 ルルルルルみたいな曲を聴きながら言えてるのがたまにありますね。どういうこと、マサラタウンから始まってる曲。違う、あの本当にゲームボーイ開いて、え、ゲームボーイトゥリーントゥリーンの後にタイトル行く前の曲オープニング曲みたいのを聴きながらだと意外とテンション上がるんですよ。すごいね。ポケモンだと何が好きなの。やっぱお前と対等に話せるのはポケモンの話しかできなさそうだよね。いや、ポケモン一番好きなのはエルフーンってキャラっすね。何、全然知らねえ。なんだそれ。バクフーンだったら知ってるけど、エルフーンっていうキャラがいるんです。モコモコでめちゃくちゃ可愛いんですよ。フェアリータイプだ。フェアリー草っすね。俺はね、ウィンディーが好き。伝説ポケモンですね。伝説じゃないし、伝説ポケモンってなってるんですよ。いや、知ってるけど伝説ではないですけど、伝説になりきれなかったもん、ね、伝説のポケモン。そうです、かっこいいっすよね、ウィンディー。ウィンディーかっこいいし、まあまあ戦闘で使えるっしょ。使えます。でもちょっとポケモンマニアからしめればこいつに会いたいとなってしまう人多分いると思うよ。いや、いないです。ポケモンマニアって本当に怖いっすもん。あ、なるほどね。今もうディスリのコメントが多分炸裂してますよ。してねえよ。種族値っていうもの書かれて、これ何のポケモンみたいな。お前の種族値ない、まあ、草タイプでしょ。はい、草タイプで、ね、臭いタイプでしょ。臭くないっす。営業中にも言ってきたじゃないですか。え、それやめろ、俺のこいつくせんだよっつってお客さんに紹介したじゃないですか。結構ショック受けてたんですから。もうやめろ。ほんとそんな紹介のされ方初めてすぎて何を言えばいいか分かんないですもん。すごいね、ゲームの BGM 来て出勤するのは結構、まあ、いるのか。結構そういう人も結構いると思いますよ。本当にゲーム好きだったら BGM とかめっちゃ入ってるんで。何の BGM って、マリオカートの曲とかも聴きながらやってるの。いや、マリオカートの曲はもう聴かないっす。聴き飽きました。マリオカートは何、 50cc とか 100cc とかあるんじゃん。はい、あれはカートの速度の問題っすね。難しさじゃなくて、難しさじゃなくて速さなんですよ、あれ。あ、そうなんだ。 50cc めっちゃ遅いんですけど、 150cc になるつれちょっと速くなるみたいな感じで。ゲーマーじゃん、マジで。やます、本当に。僕カードゲームは、カードゲームあんまやんないっすね。昔遊戯王とかやってて、近所の公認店の大会とか出たりしてましたけど。そうそう、始めるんですか遊戯王結局。え、なんか始めるみたいなことが。そうです。いや、ちょっと見たんだけどね、ちょっと遊戯王の今のルールが複雑すぎて、いや、僕も今は全く分かんないです。分からん遊戯王は。やるならやっぱアプリでなら今でもやってますよ、遊戯王。昔のゲームボーイとかはね、なんかおじさんの話みたいな。いや、いい。カードの左下に番号があってさ、はいはいはい、その番号をゲームの中に登録するとそのほか出てくる。そんな感じだったんですか。そう、僕がやってた遊戯王のゲームは PSP とかっすね。 PSP な、 PSP は本当に結構感動的だったよ。モンハンが、モンハン面白かった。セカンド G とか、そこで働けばよかったじゃん。ゲームフリークス。いや、作る側には回りたくないんですよ。趣味でいたい。趣味でいたいんですよ。作る側に回ったら楽しくなくなっちゃうんですよ、ゲームが。ね、それが怖かったんだよ。ゲームのことが嫌いになる自分が嫌だった。そうなんですよ。お前そういうなんか特殊コードみたいなのとかできんの。できないです、全く。できるようになりたいんですよ。お客さんに聞いたらマジでやめた方がいいっすって。いや、だからちょっと簡単なゲームを作った子がいて、で、どうやって作るんですかって聞いたら、いや、なんかもうやめた方がいいっす、嫌いになりますよって言われて、それだけは嫌だったんで聞かなかったんですけど。え、お客さんでいた？います。お前が話しすぎて俺がついていけなかった。BGM 聞きながら2人で盛り上がったりとか普通にあるんだよ、お客さんとも。今さ、なんかゲーム
子供がやるゲームじゃないじゃん、子供がやるゲーム。いやまあそうっすね。ポケモンとか超複雑じゃない、なんか。ポケモンめっちゃ複雑っす。でも今って結構簡単になってる方なんだけど、俺がやってた時の方が難しかった。多分難しいと思いますよ。マジでルビーサファイアか。はい、今の方が多分結構簡単にできてます。まだ今もう交換で進化するポケモンとかいるの？いますいますいます。カイリキーはでいいの？カイリキー、カイリキーまだいますよ。カイリキー普通に野菜で出てくるようになってます。カイリキーが、はい、クロスチョップっつって、クロスチョップっつって、あの人だね、数落ちてたよ。本当っすね、早かったっすね。ゴルフ絶対そのためにちょっと外しましたよね今。ゴルフ、ゴルティアはどこで買ったの？ゴルティアはセカンドストリートで買いました。セカスト、セカスト2000円ぐらいだったんで。ナチュラル、ナチュラル、毛先乾燥してる人とかナチュラル多めで。よし、終わりました。はい、マッシュルフ、マッシュルフ、ありがとうございます。ちょっと長めのマッシュルフ、うまいみたいな。可愛い顔してるんですよ、意外と。そんなことないっす。ぜひマリオカートで対戦しましょう、この人まで。ぜひぜひ、URL にインスタのアカウントとか載せておくので、ぜひ皆さんぜひ僕とリョータのアカウントもチェックしてください。お願いします、お願いします。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。